ははいいいいさんこんこにちはいつも視聴いただきありがとうございます今回はこの小屋の構造とか耐震性についてお話をしていきたいと思います。まあ、私はね完全に素人なんですよね。まあ開墾は10年ぐらいやってきたんで、まあ、チェーンソーを使って木を切ったりとか、まあね、土を掘ったりとか畑を作ったり田んぼを作ったりということはやってきたんですけど、まあ、大工でもないですし建築業に携わったこともないので、まあ、基本的には素人なんですね。 ただ、あの私の鎌倉の家がですね、まあ古い家なんですけど、築60年ぐらいで、まあ宮大工の方が作った家らしいんですね、まあそういうこともあってね、60年も持ってるのかなと思うんですけど、まあ、そうは言っても、まあ、木でできてるんで、壁に穴が開いて、ね、スズメバチが家の中に巣を作ったりとかいうこともあって、まあ,あの直さなきゃということで、で基本的には私、まあ、ケチというか、ですね、自分でできるなら安くやりたいなという考えなので。 まあせっかく宮大工の方が作ったということでちょっと宮大工の方の考えを勉強しようかなと思って本を一冊読んだことがあるんですね。でそれを読んでああ宮大工の方はこういう考えでやってるんだというのを一応学んでその上でこう、まあ、家を自分の家を宮大工の方が作った家をちょっと直した経験があります。で壁を開けてみるとこういう普段は見えなかった柱とかですね構造体とかが見えてああなるほどこの木が効いてるんだなとか。 これはもう飾りなんだなとか、そういうのがもうこう分かってきたんですね。筋交いとかも入ってて、まあ開けたのは福島の地震の後だったんで、筋交いこう入ってたんですけど、折れてたんですね。だからまあ、ね、そのタイミングで。見つけられたから、まあ筋交い入れ直しましたけど、あ、良かったなっていうのもあったりとか。まあそんな感じで、こう、まあ素人なりにも建築を。その宮大区の <laughs> ケーススタディを持って、まあ学んだという経験があります。 でまあ、今回ですね、まあ、小屋を作ってるんですけど私なりにそうですねなんかこうこの動画を見ていろいろ勉強になるようなものになればということでこうフェーズを分けてねこう作って、まあえー、進めてってるんですね、まあ、なかなか歩みは遅いんですけど、まあ、動画をまあ見た人がここはどうしようかな自分だったらどうしようかなっていうのがこう分かるように、まあ、一応やってきたつもりでありますで、まあ、今なんとかですね、まあ、ここまで来たんですね 屋根のまあ柱もできたので、まあ、こっから先はこう板を張っていくという形なんですけど、板を張ってしまうとこういう柱とかが見えないんですね。まあ、もちろん皆さんの家も柱って基本的には隠れていると思うんで、何がどうなってるかって多分わからないと思うんですけど。まあ、やっぱりね。まあ家って一生。 付き合うものじゃないですかもしかしたらこれから家建てる人もいるでしょうしまあ小屋を建てたいなという人もいると思うのでまあ今回はまあそういうこともあるのでまあ、ちょっとこの小屋まだ完成してないですけど、えー、どういう感じで構造ができているのかどこが弱いのかじゃあどうしたらいいのかっていうのをこう素人が偉そうにえ語っていきたいなと思います。まあ、この時点でもう半分ぐらいいなくなくってると思うんですけどということではいよろしくお願いします。 まず使っている材についてお話したいんですけど、これがですね、ヒノキで105ミ、mm、リ ×105 ミ、mm、リの、まあ割かし立派な木ですね。このサイズであれば、いわゆる日本家具の柱とかですね、そういうのにも使えるようなものになります。でここにある乗ってる薄いものですね。はい、これ、2 × 4 2インチ ×4 インチの材なんですけど、パイン材かな。まあこれを基本的にはこう柱というか構造体として、 私は考えていますでますあこれを選んだ理由としてはこの木は安いんですねこっちの木は高いですだからまあ日本家屋はこういう太い柱を立ててまあ、大黒柱とかいうこともあると思うんですけどこれでこう硬くして、まあ、壁はね薄いものでやるという感じなんですねそれに対してこの2倍放材でこう家を作る場合はこいつはねそんなに太くないんで硬くないんですけど 今まだ張ってないですけどこことこここの面に、まあ、合板っていう板を張ることで板としてこう構造を取るんですねはいちょっとね説明難しいんですけど今はスカスカじゃないですか,なんか全然構造体にはなってないんですねただ細い柱があるというだけになりますでまあこの2倍放材のメリットとして、まあ、安いっていうのもあるんですけど、まあ、加工しやすいんですよね センチメートルでいうと大体4センチかける9センチなので、まあ、切りやすいですしここからこうネジを打てば止めやすいですしわりかしこう自分の好きにできるというかでこの段階で揺すってみると、まあ、揺れてるのわかると思うんですけど、まあ、まだね補強とか全然やってないんでこれはもうしょうがないですねだからこのここに板を張っていくことでここはこうしならなくなるというようなことなんですね でまあ、このネジ6 5ンチなんですけどこれをこうやって打ち込むことで、まあ、これが剥がれなくなるということなんですねでこのネジなんですけどいろいろこう YouTube とか動画見てたらこのネジってどうもこういう力には弱いみたいなんですよねまあ見ていただいて分かるようにこう切れ込みが入ってるんでこう折れやすい切れやすいのはまあ多分分分かると思うんですけどでこうやって打ち込んだ時どうかっていうと まあ穴の開け方がねこんな溝切って刺してるんで多分これも弱いかなという気がしますはいじゃあなんでこいつ打ち込んでんのかっていうと、まあ、仮止めぐらいなんだと思うんですよねだから今私は全部コースレッドでやってますけど本当に固まったら多分釘を五寸釘とかを打ってこう刺し込んだ方がいいと思います。釘はあのこう抜けるる力力抵抗力があるので まあ少しはそれで耐震性ができるかなというところですね。まあ全部これでこう,こうやって作るのはちょっと危ないですよというところになりますと。でまあ釘を打てばいいんですけどうん釘打ったらねもう抜くのすごい大変なんで、はい、だから、まあ、この木の再利用もちょっと難しくなるかなっていう気がします。私は一応この木全部再利用するとかあとはまあ最悪ここで燃やして暖を取るとか。 まあ、そういう SDGs でしたっけ、まあ、そんなことも考えていますと。はいはい、なので、まあ、今ね、ちょっとまだ、えー、コースレッドっていうこネジでしか止めてないんで、非常にもろい状態です。まあ、ただですね、2x4 のまあ後法でやっているので、1本の太い柱に頼るんじゃなくて、全体でこう支えましょうという方法なんですね。はい、続いて、四角形と三角形の話をしたいと思います。 こ見てていいただいて分かるるように四角形があるんですね高さが約2メートル幅が約1メートルになりますとで。この四角形は、まあ、なんかね、硬そうに見えるじゃないですか。ただ形としては、形状としては非常にもろいんですね。というのが、まあ、こことここ、押しつぶされやすいじゃないですか。はい、だから非常に弱いんですね。で、おそらくこう、縦からの力はこいつがいるんで。 えー、持ちこたえられるかなと分かりづらそうだな、まあ、これが今ここにあるとしてこう上に乗ってるんですねでこの構造だと縦からは強いと思うんですけどじゃあこれ横に押された時どうなるって言ったらねやっぱ弱くなるのは分かると思うんですねだから何か対策をしないとグラグラしちゃいますと、はい、四角形は弱いというのをちょっと覚えていただいて、まあ、この真ん中が弱いっていう部分は例えばこれをこうやって打てば まあもうちょっと硬くなりますよね。わかると思うんですけど。それでもやっぱりここはじゃあまた弱くなってしまうという欠点があります。で、四角でやるとそういうことが永遠に繰り返されるんですけど、まあ、例えばこう置きましたと。で、見ていただくと分かると思うんですけど、ここに三角形ができたんですね。これができると、こっちからの力には非常に硬くなったと思います。まあ、こっちもそうかな。ただ、まあ、ここがちょっと弱いかなってとこですね。 まあこんなにね、だから太くなくていいと思うんですよね。まあ、こういう感じで。まあ、筋替えってこういうことなんですけど、これを例えば一本打つと三角形ができるんで、まあ、構造が硬くなりますよと。もちろんこういう太い木を使えばいいと思うんですけど、これ全部やってたらお金がかかってしょうがないんで、まあこういう筋替え的なものが、 細くてもいいんじゃないかなっていう気がしますね。そんなにね。こう揺れる時って自信ぐらいだと思うんで、まあその自信をこなせればいいのかな？と。一応ここはね。ちょっと入り口にしようかと思ってるんで、まあ、どこに入れるかまだ決めかねてるんですけど、まあ、だから三角形をいっぱい入れていく作っていくということが大事になります。ま2 by 4の場合、本当はここに。板を張るんですね。合板っていう。 まあ構造体という一体なんですけど、まあそれをパタパタ張っていくことで、その三角形の代わりになるものをこういっぱい作っていくというような感じなんですね。かまあ本当は私合板使えばそれで合成取れるんですけど、まあいろんな理由があってね、ちょっと合板をあんまり使いたくないんで、えー、頭を使って、この建物が壊れないようにする必要があります。今はですね、屋根とか重いものが上に乗ってないんで、まあこれで大丈夫ですけど、 ここから先重いものを、ね、上の方に載せたら、まあ、心配じゃないですかで。重いものが上にある上にこう地震とかが来てこう揺れた時にこれが持つのかどうかっていうことですよね。はいまあ、もちろんその揺れをどこかでこう吸収しないといけないんで揺れなきゃいけないんですけどあんまり揺れたらパキッていきますよっていう話ですね。まあこれからね この屋根の上にいろんなものを乗っけてくるのでもう少し強化しないと怖いかなというところですねはいだまあ筋貝を入れていかないといけないということになりますで筋貝の太さなんですけどまあ例えばここで立ってる柱がこの太さですとで筋貝もこの太さで入れた場合まあこんな感じで三角形を作りましたとでまあこういうこういうふうに揺れた時にこの筋貝がここにぶつかると思うんですよね で同じ太さだと力がね一緒なんじゃないかなと思ってだからここのさっきのネジをぶっ飛ばしちゃうんじゃないかなって気がするんですよねまあテストしたことないから分かんないんですけどどう考えてもこっちの方が丈夫でこっちの方が細くないといけないんじゃないかなと私は思いますはい、まあ、あの建築士さんの動画見たらとにかく筋字は太ければ太い方がいいっていう話なんですけど まあどんんな材質ででやるかだと思うんですよね本当になんか自分で考えてね決めていかないと危ないかなとまあ自分でね小屋作る人もあんまりいないとは思うんですけどできればねやっぱり安く抑えたいじゃないですか最小限の構造体でいきたいかなっていうところもあると思うので,、はい、でここの小屋作りの考え方としてこのね土台の部分についてはこう立派な 柱を使ってるんですねでその上に厚さ3センチの杉板カフェ板というやつですねこれを横に貼ってますとなのでこの太い柱のおかげでまあこの縦は非常に硬いですよとでその上にこの3センチの杉板ですね幅が2 0センチかなこれをこう上に張ってるのでこの杉板自体はムク、えー、の木で1本なので こういう動きにもまあ強いのかなという形でやってます一般的なね2ォ4の工法の場合はここも合板にするんですね、まあ、ただねちょっとそれだと野外でどれぐらい持つか分かんないんで、まあ、私は重かったですけどこの無垢のカフェ板にしました杉の板としてはねかなり安いんで活用した方がいいかなと思いますはいでまあその上に こういうツーバイフォーの板で四角を作ってね。柱を作っているんですね。はい、えー、こちらが90センチかける90センチのまあ、中ぐらいの柱ですかね。はいまあ、今回これをちょっと屋根の一部分に使おうかなと考えています。まあ、これもね柱として使える太さだと思うんですね。こちらが90センチの材でこちらがツーバイフォーの材ですね。 まあこんな感じでざっくり半分なんですよね。重ねると同じぐらいの太さになるのかなと。で単純にこの木を貼り合わせてこれと同じ強度が出るかって多分出ないと思うんですけどまあ少なくともこれ1枚よりはましなのかなと。まあそういうこともありますので。えー 四隅の柱についてては一本足してますこれ,をこれだけじゃちょっと心配なのでですから部分的にはこの 90cm の柱よりも太くなってますよという感じですね、えー、今の段階で揺らすと <laughs> こういう感じですねちょっとまだね置かないですよねやっぱりこの横の横 動きを抑える構造体が入ってないということですね。ちょっとこれは細いと思うんですけど、まあ、こんな感じで多分入れたら、この横の動きは抑えられるのかなと思います。はい、で、ここなんですけど、もともとはね、この1本でやってたんですけど、ここに1本追加してます。追加した理由としては、この横の動きをこう固くすると。 いう部分ですねこちらが屋根の柱の部分なんですけど、まあ、ちょっとそこをね間隔が広すぎるので、まあ、このあと柱を1本乗っけたいと思いますで、まあ、この絵を見ていただいてあとちょっと不安な部分があるのが分かりますでしょうかここの柱ですねちょっとね下の柱に比べてここはやっぱり細いじゃないですかでこの屋根全体の重みってこの柱を 通してこう下にかかると思うんですねただやっぱ一番大事なのはここだと思うんでこれから屋根をね乗っけていくんで上に重しがかかるんである程度はこうね下に重みがかかると思うんですけど屋根をここに張ると同時にこの屋根が飛んでいくというリスクがあるんですよね。 今ねちょっと出っ張らしてるじゃないですか、まあ、この部分がちょうどなんか傘みたいになって、まあ、下からの風を拾っちゃうと思うんですねなんとかしてこの屋根が飛ばないように <laughs> えやる必要がありますちょっとねそれまだね見えてないんですけど私の頭の中で、まあ、一歩進むと問題が出てきてどうしようかなというところですねこちらの 基礎というか土台の部分なんですけどあんまり深く考えずにやってたんですけどちょっと高さ調整するのにここに溝を掘ってやりました良、まあ、くも悪くもだと思うんですけどおかげでこの土台の部分が地震が来てもここから外れないかなという仕上がりになったと思います。一応 こちらの方もこういう溝があってやってるので、うん、まあ激しい地震が来てもずれないんじゃないかなと、まあ、横のやつはねそこまでやってないんですけどやっぱりちょっとここ細すぎますよねまあここに 90×90 90の太いやつを置くことで この屋根全体の重みがここにかかって、ここを通して、こう下に行くという感じですね。だから今、ここがすごい弱点になってるんで、ちょっとこれを、うん、はい。まあ、これは後で補強します。ひとまずちょっとこいつを固定したいと思います。 まあちょっとね、やっぱ細いですよね。ここと比べると。はい。だから、補強します。まあ、この太さでもいいんですけど、この木余ったんで、これを横につけたいと思います。はい。えー、今から、この 90×90 90の材を、あそこの横にこう、つけていきたいと思います。 まあこれをそこに入れたところでそんなにね耐震性上がらないと思うんですけどひとまずこう上から下への力っていうのはこの木を通じてこの下の方に行くかなということでこれを追加しますまあ本当はね全部1本の木でやれれば構成もあると思うんですけどまあそれはもう緻密な設計図が必要だと思うんでまあ素人には無理な話ですねはいでまあねやっぱりねやりながらこう分かってくるので まあこの動画を見てらっしゃる方はああやればよかったのにとかあれは良くないなってこう思いながらちょっと見ていただければあの皆さんが次回小屋を作る時にね生かしていただければ私の失敗も役に立つのかなと思います。まあね1本のね長い木でやれればいいんですけどまず高いんですよねそういう木は。加えてまあ高い木だから失敗ができないというか太くて硬い木って切るのも大変なんですね。だから 綺麗に切るのも難ししいですしそうだから素人にはね高い木こういう木はちょっとねもったいないかなっていう気がしますまあだからこの 2x4 の材であれば、まあ、この長さでね1本1,000円ぐらいなんですよそれに対してこれだと同じ長さで言うともうね多分34,000円してくるんですねやっぱりこの中心部の木を使ってるんでまあ物が全然違うというかはいか要所要所にねこういう木を使って まあ全体の剛性を高めればいいなというふうに今考えていますまあ相変わらず揺れますけど、まあ、これでここで受けた屋根の重さがこの柱を通じて下にいくっていう感じですね ちょっと今からここを止めたいと思いますまあ、この長さこれぐらい入る感じですかね どうう、でしょう4本足したんですけど <laughs> あんまり変わんないなまあ、やっぱりこう斜めの筋替えを入れてないんで変わんないと思うんですね、えー、この先なんですけどこういう杉のですね板を、まあ、こんな感じで打ち付けてくるんですねそうすることでこう剛成が取れるようになりますとあとは例えば こういう焼き水の材をこうやって貼っていくと、まあ、残念ながらねこの端まで行くやつがないんですけどまあこれを足していけばこの横に横ゆでに対するものはねかなり減るかなと思いますですから今の段階では結構ねぐらついて ちょっとね、私も不安になるんですけど、まあ、おいおい硬くなりますよという感じですね。この後、屋根の上にこう、杉板をこう、乗っけていくるんですね。だんだん屋根の重みが増してきますということで、ちょっとね、ずれてきたりする可能性もあるので、一旦ここで仮に筋貝を入れていきたいと思います。はい。外側にはね、こう、板を張っていくるので、内側にちょっと筋貝を入れて、 今はまあこれぐらい揺れてるじゃないですかこれがどれぐらい揺れなくなるかっていうのをちょっとね見ていただければと思いますでまあ入れる筋換えとしてはこれですねそんなの細いだろうってこれだけ見ると思うかもしれないんですけど細いですまあこれ仮なんでね一旦ちょっとこの細い足りないだろう細いだろうっていう筋換えを入れてどれぐらい変わるのかというのをちょっと検証してみたいと思いますあの、 分かかっっててやってやないですからねどうなるかなっていうのを皆さんと共有したいと思いますこれぐらいでいいかなちょっと正解が分かんないんですけど一旦ここでやってみますねまあこんな感じで入れてますとはい今こんな感じですね はい、1本入れてみました。おっ揺れなくなったの分かりますね確かに揺れ止まりましたよね。こんな細い筋替えなんですけど、でここはぶらぶらですけど、まあ、2点止めるだけでこうなりましたということですね。まあこれは、ね、仮なのでこの 屋根に板のっけて重いものが上に乗るとちょっと歪む可能性があるんでまあこの今の四角が歪まないように入れてますまあもう歪んでんじゃないのっていうのはねなしにしてはいまあ宮大工じゃないですから私ははいということでじゃあちょっと向こうの方もね入れてみますね なな感じなのがてゆすってみますお硬くなりましたねすごいな、ね、こんな状態なんですけどやっぱ大きいですよね、はい、ちょっとこんな感じで入れたいと思います入れる前はまだこの動きは残ってますよねこの動きは。 こっちにはね、もう動かなくなってますね。筋替えが入ってるんで。はいえ。じゃあ今からちょっとこいつを。はい。ラストダンスですね。ラストダンス。さて。 この揺れがなくなくりました、ね、はいちょ揺れる姿を、まあ、まだこういう揺れありますよねはい固める前にはいおおえ全く揺れなくなったあれ すごい全然揺れなくなりましたこれはやっと安心して上登れますね、うん、今まで正直ちょっとねグラグラしてて上登るの怖かったんですけどこれで安心して作業ができるかと思いますまあ、壁の部分ね早く張りたいんですけどやっぱり屋根ができて 雨漏りがなくななくっってててかからかなと思ってましてで壁のところはね窓とかをつけなきゃいけないんで窓あのヤフォグでガラスの板だけはすごい安かったんで4枚手に入れちゃったんですけどガラスの板だけもらってもねここつかないんですよね。今時そのね木の枠を作ってガラスはめてここにやる人なんて多分いないと思うんですよ。素人ならなららおさら プロはもうねアルミのフレームがあるやつをこうつけてるだけなんですね。私もそこはやったことあるんですけど、まあ、若気の至りというか安かったんでつい買っちゃったんですごい面倒くさいことになってるというまあなので窓がつく壁はちょっとね後回しなんですね。今回は小屋の構造というか耐震性についてのお話をしました。まあね当初あんだけグラグラしてたのがこの薄い筋貝をもう仮の筋貝入れただけで、ね、こんなに。 硬くなりままししたたと、家に近づいてきた感じがします。この後は屋根に板を張ったりとか壁を作ったりとか、まあ、そういうことをしていく感じですね、まあ、なかなか進みませんけど、まあ、今回ねかなり行動がしっかりしたんで私も嬉しいですし、うんまあ、この実験結果を共有できればいいなと思います。はい、というところで今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました